創世記の公開メッセージ第54回目になります。今日は39章全体から進みます。お読みするところは1節から9節まで最初にお読みいたします。ヨセフはエジプトに連れてこられた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのはファラオの宮廷の役人で侍従長のエジプト人ポテファルであった。主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主は共におられ、主は彼のすることをすべてうまく計らわれるのを見た主人は、ヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフの家にそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだ。主人は全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなかった。ヨセフは顔も美しく体つきも優れていた。これらのことの後で主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った。私のとこに入りなさい。しかしヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご存知のようにご主人は私をそばに置き、家の中のことは一切気を使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならないものもありません。ただあなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。アーメン。お祈りします。神様、今日もまたあなたの御前へ集って御言葉をありがとうございました。昔々の出来事、しかしよ、あなたは今の私たちに語ってくださっております。私たちがどのようにして歩むのか。そうです、ヨセフは主と共に歩んだと何度も何度もここに記されておりました。私たちも主と共に歩むことができますように、ヨセフの姿を通して私たちに語ってください。私たちもインマヌエルなる神様、主が共におられるという神と共に歩むことができますように。はじめにイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。第54回目39章から今日のメッセージのタイトルは、主がヨセフと共に、そして括弧しましてインマヌエルといたしました。38章でヨセフを追ったユダ、その家族の悔い改めるまでのことをお話をしました。ヨセフを売ったはいいんですけれども、ユダはとても心が痛みました。父の悲しみを見ていることもできなくなってしまいました。それで彼は家族から別れました。別れてこの世っていうところに入っていきました。そしてこの世の女性を妻として迎えていくっていうこと、彼は神様から離れ、そしてこの世の中において自分自身をこのごまかしてでしょうか、その痛みをなくして生きようとしたに違いありません。やがて子供が、男の子が3人生まれてきました。長男が大きくなりましたから、もう20何年経ちました。そしてタマルっていう女性を妻として長男にもらいました。しかしその長男はその後死んでしまいました。習わしに従って次男にその嫁を与えて長男の子供を設ける、これがイスラエルのしきたりでありました。ですから次男にこのタマルをあげました。そうすると次男はこれが嫌で神様に罪を犯してしまい、彼もまた主に打たれて死んでいってしまいました。本当は三男に与えるところですけれども、ユダは理由をつけてまだまだ小さいので待ってくださいと言ってやる気はありませんでした。タマルは心よく思いません。彼女はある時に娼婦に変装しました。そしてユダが通る道筋に立ってユダを誘い、
そしてそこで子供をはらんでしまうという出来事が起こりました。証拠を取りました。そしてユダがこのタマル自分の娘嫁がですね妊娠したことをして感化に怒りました。その時タマルは私はこの人にとって身ごもりましたと言って出した証拠がそれがユダからあの時に預かった品々だったんです。そしてユダはあなたは私より正しいと言いました。そしてこのユダとタマルの間にこれが子供ができまたその子供がやがてイエス・キリストのこの子孫になっていく、この先祖になっていくっていう出来事がその後マタイによる福音書の1章の3節に書いてありました。さてここから39章からはヨセフがこの、の出来事がまた元に戻ります。ヨセフはミディアン人の商人によってエジプトへ連れて行かれてそしてエジプトのパロの自衛長ポテファルのところに奴隷として売られました。奴隷としてのヨセフ2節から6節見ますとまあ勤勉です、忠実です、誠実です。そして主人であるポテファルの絶大なる信頼を得ていきました。やがては全てを委ねられるっていうですねそのぐらいのところまで彼は信頼されてポテファルの家で過ごしておりました。ところがそのようにしている中において7節に突如こんな出来事が起こりました。これらのことの後で主人の妻はヨセフに目をつけながら言った。私のとこに入りなさいと。これはもちろん誘惑です。男女の誘惑です。そして実節見ると毎日のようにしつこくしつこくこの言い寄ってきました。この時のヨセフは何歳かと言いますならば大体想像ができます。まず売られたのが17歳でした。総理大臣になったのが30歳でした。30歳になる前の数年間彼は獄に入れられておりました。そして求事役とこのたちの夢を解いてそしてその夢を解いたのが2年前だってことが聖書に書いてありますからそれは27、8ぐらいの時になります。その前から監獄に入って信頼されてそして監獄の番兵っていうでしょうかこのリーダーとしてこの召し抱えられておりますから多分24、5あるいは26、6と言ってもいいと思うんですね。まあその時の男性ですからいろんな情欲いろんな誘惑それらのことはとても激しく激しく身に迫ってきたと思います。でもヨセフはその妻の言いよりに対してどうしてそのような大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょうと言ってそれを拒否します。ところが拒否された方は今度はメンツがなくなります。怒ります。そしてもっとひどいことを考えました。策略を設けてしまったんです。妻の方は妻で自尊心を傷つけられたのかもしれません。そしてその策略はって言いますと誰もいない時にヨセフが来た時に言い寄ってきます。そしてヨセフの着物を掴んでおりました。ヨセフはいつものように神様に罪を犯すことはできませんからと言って外に逃げていきました。その時妻の手にはヨセフの着物の一部が分がですね残ってしまったんです。まあ昔の着物だから無理にですね引き裂いたから袖の部分が残ったのかどうなのかそれは聖書に書いてありません。それは証拠を握られたことになってしまいました。策略にはめられる。しかしヨセフは実はこの妻の策略にはハマっていないんですよね。拒否したわけですから逃げて外に出たんですから。ヨセフは妻の策略にはハマっていないけれども実は神様の
策略って言ったら言葉が変ですけれども、主の御手の中にはまっていたんです。ポテファルの妻の策略にはまらずに、神様の御手の中にはまっていました。それはこの言葉です。マタイによる福音書の5章の29節に、もしあなたの右の目が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい。全部が地獄に投げ入れられない方が益であるっていう。要するに、ヨセフは妻の策略ではなくて、神の御言葉、神に対する従順、神に対する服従、これを貫いておったんです。でも、証拠を逃げられていてしまいました。妻はもちろん訴えました。夫にも訴えました。夫であるポテファルはカンカンに怒って、しても、ヨセフは奴隷ですから、全く無力です。裁判などを受ける資格もないし、証明する人もいない、弁明の立場も全くありませんね。なすがままに、獄に入れられてしまいました。しかし、このヨセフは獄に入れられたっていうことは、まあ、これは先ほどの、あなたの右の目が罪を犯させるならっていうならば、言うならば、右の目を抜かれてしまう、片手を切られてしまうっていう、そういったダメージを受けております。しかし、ヨセフは命は失ってませんね。神の言葉に従ってるからです。そして、イエス様は右手を失っても右目を失ったとしても、命がもっと大切だと言いました。もちろんこの命っていうのは肉体の命を超えた霊の命のこと、神様とのつながりのことです。罪の恐ろしさ、世界で最もそれを味わった人物がおります。それはイエス様です。イエス様は十字架の上で、我が神我が神、どうして我を見捨てたまえしや、見捨てたんですかと言いました。そうです。最も人間にとって恐ろしいことは、神から離されることです。見捨てられることです。これが罪の恐ろしさ。神との断絶のことです。ですから私たちにとっては、まずこの罪の解決、そしてそれはインマヌエナル、神様と共にいるっていうこと、正しい関係を持つっていうこと、これを優先して得ていかなければなりません。ヨセフがもしポテファルの奥さんの誘惑に負けてるならば、肉の方を選ぶとします。そうしたならば多分一時的に快楽を得たでしょう。もしかしたら富も得たでしょう。あるいは地位もまた約束されていたかもしれません。手にすることができたはずです。しかし、神の国と神の世界で生きる、これは失ってしまいます。でもヨセフはむしろそれよりも地獄へ、肉体の死、苦難、痛みを負う、それよりもですね、神から離されないことを選んでいきました。ヨセフの決断は、神に罪を犯すことができましょうと言って、神と神の国を選びました。それでは、ヨセフのこの決断っていうのは、どうして、どこから出てきたんでしょうか。一朝一夕にこのような信仰者になるなんてことは多分できないと思います。ヨセフのことをもう一度小さい時から考えてみましょう。ヨセフが育った家族は本当に支離滅裂な家族でした。なぜならばヤコブは結局4人の妻たちを持って生きたという同じことになります。そして特にこの正妻たち二人はですね、姉と妹でした。ものすごく争いました。子供を産む競争までしました。そんな中で育ったわけですから、
子供たちは全く不幸ですね。ですから、以前も言ったと思うんですけれども、子供が尊敬できる父親というのはどんな父親かというならば、一つのとてもいい例、この言葉があります。それは、自分の母親を愛してくれる、その男性、父親。これが一番尊敬できるっていう条件の一つだそうです。その通りだと思います。でも、この家庭はですね、本当に争ってたんですね。そして、この子供たちは、そのような母親の中で育てられますが、不幸です。とっても不幸です。そして、その時には子供たちは結構の年になってました。結婚していた人がいたかもしれません。役場は20年間そこにいましたから。そして、あるところ経験しました。それはペヌエルっていうですね、神様と相撲を取ってヤコブは負けたところでした。ペヌエル経験をヤコブはしたんです。そして、ヤコブは名前をイスラエルとなりました。争う者から神の王子になったんです。その後のヤコブはやっぱり幸せだったと思うんですね。命を持ったからです。例えば、こうはどうでしょうか。今まで子供たちに散々な迷惑かけて不幸を与えていて、ある時父親がガラッと変わった。ああ、私は神様に出会いました。私はこんなに幸せですよ。皆さん、子供たちよ。と言われたらどうだろうか。多分、子供たちは、ますます憎たらしくなりますね、父親を。なぜならば、自分たちをこんなに不幸にしておいて、自分だけが幸せだなんてことは決して許すことができなくなるからです。そして、イスラエルになったヤコブは、自分の家族を見たときにもうどん底でした。神から離れている家族になってしまいました。その時に彼が思ったのはヨセフでした。ヨセフの資質、あるいはまた、ヨセフっていうですね、まだ汚れてない存在。そのヨセフを見つけました。ですから、ヤコブはヨセフに長袖の衣を着せて育てました。これは何もエコひいきっていうよりも霊的な意味です。霊的子孫っていうか、霊的相続者。神の恵みの相続者として、ヨセフを選んで、この子を育ててきました。それは他の兄弟たちから見ると全くエコひいきになってしまいます。ですから、ヨセフが来た時、殺そうと言ったのは、本当に殺したかったのは父親なんです。父親を殺したかったんです。でも、それもできません。ですから、父親がこの可愛がるこのヨセフを殺すことによって、父親に仕返しをしたかった。これを彼らはやった。これがヨセフ殺しだったんです。あるいはヨセフを奴隷に売るっていう計画、実行してしまったことだったんですね。多分、ヨセフという人の人格はとても素晴らしかったと思います。っていうのは、イスラエルに育てられたから、神にあって育てられたっていうこととても似てるからです。ですから、ヨセフ自身が、ああ、私は夢を見ました。お兄さんたちが私に頭を下げるんですよっていう。それがですね、本当にヨセフそのものを憎たらしいんじゃなくて、父親が憎らしたかったんだと思います。そのような形で、このヨセフはですね、売られてしまいました。そして、この今、ポテファルの家のに来ているんですけれども、その来る途中に、彼が奴隷商人連れ帰れる中において、ヨセフには確かにまたペヌエルが起こったはずです。神様を教えられてきた。そして自分自身が最悪の状況になった。ヨセフはそこにいて神様を必死に祈ったはずです。ですから、その時にヨセフは肉のものから完全に霊の人に変えられていったんだと思うんですね。ですから、ポテファルの家に着いた時に、彼はですね、本当によく働けるんですね。どうしかというならば、それは、彼自身がですね、神様と出会って神の愛っていうものを
よく分かっていたからです。もし私がヨセフのような立場に立ったならば、ポテファルの家に売られて付託されてですね、仕事なんかできるだけサボるようにして、そしてこの見栄えだけ整うような仕事しかしなかったと思います。でもヨセフは真心から込めてそこで使いましたから、それだけの信頼を得て いろんなことを任せられるようになりました。しかそれは全て、しかし主が共におられたからにかかっております。39章の中に2節に主がヨセフと共に、3節に主が共におられ、主が彼らのすることを、5節には主はヨセフを祝福し、6節には主の祝福は、21節には主がヨセフと共におられ、これは獄中のことです。また23節には主がヨセフと共におれ、主がうまく計らわれた、合計で7回ほど出てきます。すると彼の17歳から30歳までの13年間の生活、これはイエス・キリストが主になっている、主人になっている、彼が主語になってない、彼が主人になってないってことがはっきりとわかります。イエス・キリストが主となっている、そのような生活をしました。奴隷の時も獄中でも変わりませんでした。彼は使える人、与える人になっていたということがここで本当によくわかります。交流分析っていう一つの心理学的な方法があります。60年ぐらい前にエリック・バーンっていう人が作ったこの教えでありますけれども、一つの心理学的パーソナリティっていうんでしょうか、人はどのように行動するか、自我状態モデルっていうんでしょうか、自分の行動の何が問題かっていうことを知るには一つの方法だと思います。それはこうです。4つにパターンを分けます。一つは、第1番目は、私は OK、 あなたも OK です。2番目は、私は OK、 あなたは OK でない。3番目は、あなたは OK、 私は OK でない。4番目は、あなたも私も OK ではないっていうものであります。ですから2番目の、私は OK、 あなたは OK でないっていう時には、あなたのせいでこうなったって言って、いつでも責任転換して自分自身を OK にしようとします。3番目の、あなたは OK、 私は OK でないっていうのは、いつでも Kick me って言うんでしょうかね、どうせ私はこうするんだから、遅刻をなかなかやめれなかったりなんていう人もその中に入っているようにも思います。でもイエス様はこのような人間的な方法いくつか分けると思うんですけど、もっと違うことを言いました。それはこうでした。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよと言いました。こういうのはですね、あなたは人を愛さなければならないっていうんじゃなくて、私があなたを愛するか、あなたは自分自身を尊く思いなさい、愛しなさい、そうしたらあなたは隣人を愛することができるっていうのは、これがイエス様のメッセージです。そのようにして、これこそまさに私も OK、 あなたも OK、 これこそ自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの言葉にかかっております。ではどこからヨセフはこのような生き方を得たんだろうか。それはまさに福音です。福音っていうものが、実はこれを私たちに実行することができるようにしてくださいます。福音を受け取ったからです。それで福音とは何かっていうことを、聖書を開いていきましょう。ローマ人への手紙の1章の16節から17節です。今ローマ書の聖書公開をやっているものですから、そこと少し重なりますけれども、ここからお話をしていくことにいたします。ローマ書1章の16節から、
私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。ここに福音っていうことを3つの言葉で私たちに表しております。それは第一番目、力だ、神の力だと言っております。福音は神の力によるものなんだ、神の力による救いだっていうことです。この力っていうことは何を表すかっていうのは、これは戦いを表します。そして戦いっていうのは敵がいるっていうことです。そして敵があって、その敵に勝利するっていうことが、これが力を表します。人生の敵、皆さんの敵はどこにいるでしょうか。聖書は明確に伝えております。第一コリント15章の26節です。最後の敵として死が滅ぼされる。ですから私たちにとっての一番の敵は死です。死。しかしその死っていうのはどんな死かって言いますならば、単なる肉体の死ではありません。そしてさらに続けて言います。15章の56節に、死の棘は罪、罪の力は律法と言いました。要するに最後の敵は死だ。死は罪っていう棘が刺さってるから、そこから毒素が来て私は死んでしまう。そしてそれを判定するのは律法だと言いました。ですから人生の敵、あるクリスチャンたちも単純にサタンだ、サタンが敵だ、だってイエス様は言ってこの世の君と言ってるじゃないか、この世の支配者はサタンだから、私の敵はサタンだと。確かにサタンも敵ですけれども、本当の敵は違います。それは確かにサタンは働きますけれども、サタンが罪を犯したんではないのです。サタンは人間を誘惑したんです。罪を犯したのは人間そのものです。自分自身なのです。ですからこの私たちはサタンに打ち勝つためには、サタンよ出てけ、黙れと言ってですね、命じたりなんかすることではありません。サタンに打ち勝つ方法はたった一つです。それは自分自身の罪をなくすること。自分に罪がなくなるときに、それはサタンは働けないんです。イエス様は言いました。強い人を縛り上げなければ家財道具を奪うことはできないと言いました。サタンを縛る、ロープで縛るんでしょうか、言葉で縛るんでしょうか。そんなことはできませんね。縛るっていうことは身動きできなくするってことです。働けなくするってことです。サタンを働けなくするのはどうするか、それは私の罪がなくなることです。私の中でイエス・キリストが生きることです。そうしたらサタンは働けないのです。だからサタンは縛られるのです。ここのところを間違ってはなりません。人のその人の罪を消してしまう、これは十字架しかないのです。ですから福音、これは神の力、サタンに罪に打ち勝つこの力、それは十字架なんです。恩知症なのです。次に福音は神の義だと言いました。神の義、福音には神の義が掲示されている。神の義っていう時に、これは正しいこと、罪がないこと、神にこの咎められないこととかですね、神さんの前にちゃんと立てるとか、そういったようなことで私は受け取ってしまいます。確かにそれも含みます。ルターっていう人がこのことをこういうふうに解釈したんです。彼は最初に神の義って聞いた時に、それは神様が裁かれないように、神様に正しいようにと言って、
立法主義になってしまったんですよね。でも分かったんです、後で。神の義は神の愛だって分かったんです。神の義と愛は一緒だ。じゃあどういったことかというと、神の義は私たちに対して自分自身の罪を示すんです。どうしてかというと、示されなければ神のところに行けないからです。だから神様の義は盛んに私たちに、これはダメ、これはダメと言います。そしてもし神様が、ほらお前できないじゃないか、だからお前ダメだと言って死んでしまえって言うならば、神の義は義のまんまです。でも神様は私に罪を示す、罪を示してどうするかっていうと、その罪をご自分が引き受けるんです。ご自分が引き受ける。だから義は愛だっていうんです。その通りですね。ですからこの福音っていうのは、神の義だ、神の愛だ、神が身代わりにこの代価を払ってくださって、私を罪から解放してくださる。そうするときにサタンは働くことはできなくなります。さらに信仰によって実現されると言いました。次の3番目は信仰っていう言葉です。福音は信仰によって、多くの人たちが信仰によって義とされてきました。また神のことをもされてきました。神は人を愛するものとして作りましたから、ロボットや動物ではありません。神様から作られたように生きる動物はそうですから、動物は罪を犯さないのです。ライオンは、他の動物を殺すじゃないかって言うんですけれども、それは神様が作られたように生きていることだけなんですよね。しかし人間はそうはしません。人間は何より自分が神になりたい、自分が全ての中心になりたい、これが根本にあります。それを選ぶことができるのです。なぜならば神は愛するものとして作ったから、私に人格を与え、それは自由意志を与えられた、選択する権利を与えたんですね。だからそれは私たちは自分で神だということもできるのです。しかし神様の力、神様の義愛、それはもう完成してるんです。ここまで完全に完成してるんです。それはちょうど巨大なダムに蓄えられたこの豊かに豊かな水、命のようです。そして神様は私たち一人一人を作るときに、一人一人にそのパイプを通してるんです。パイプを授けているんです。そうかなと思うかもしれませんね。そうですよ、皆さんここまで来てるんです。しかしたった一つ人間がすることがあります。それはダムに行って水を汲みに行くことではなくして、このパイプを開けることです。自分に通っているこのパイプをひねることです。そして水を受け入れることです。たったそれだけなのです。そうするときに神の命が私たちに無尽蔵に流れてきます。できるだけ広く開けること、少しか開けなくても水は流れるかもしれませんですけれども、わずかの神様の命によって生きるようになりますから、肉の方がうんと強くなってしまうかもしれませんね。でも開くことです。できるだけ全開すること、これが私たちに今課せられているところの課題だと思います。ヨセフはそのようにして見るときに、ヨセフこそまさに福音に生きてました。売られていく憎しみ、ね、このいろんなこと、しかし神が自分の問題、死を取ってくださっているっていうこと、それのことが分かる。そして神様に自分は許されているっていうことが分かる。そして神様は自分に対して計画を持っているってことが分かる。とにかく私がすることは、コックをいつもひねって全開していること、あとは神様の責任、神様の問題、自分の問題を超えてるんですね。そこにヨセフは自分に死を委ねつつ、委ね切って歩んでいる姿を見ることができます。神はヨセフに働けたんです。
奴隷の時も働いて知恵を与える子やけ、一生懸命働くこと、人を愛することを与えること、だから信頼される。そして誘惑にあった時もヨセフは神を信頼しました。神はどんな喜んだか計り知ることはできません。やがてここから神様は彼を用いるための良き時として、この2年間、このですね、ポテファルの家でのことを過ごさせました。そして彼が混乱したどうしようもならなくた家族を救うものになっていくのです。ですからイエス・キリストの雛形を見ているようにも思います。感謝しましょう。ヨセフの最初、それは父親から真理を教えられたこと、ここから始まりました。ですから私たちも人々に真理を語っていかなければなりません。聞かなければ、信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉から来るとありますから、どうか子供たちに語りましょう。周りの者たちに語っていきましょう。そして自ら神様を信頼して歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。王の王、主の主なる方がここにいてくださって、今日もまた私たち一人一人にヨセフの物語を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう、私たちもヨセフのごとくに福音に生きるものとならしてください。福音、ここにはしよう、私たちを完全にしてくださり、そしてこの導いてくださるところの力、知恵、愛、すべてがこの秘められていることを感謝いたします。そしてすべてはイエス様が戦って、そして私たちのために大きなダムとしてこの命を蓄えてくださいました。今日も私たちは自分自身のコックを開いて、主の命によって生きる一日とならしてください。一週間とならせてください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。